この体勢だと、充電ができないのですぐ充電来ちゃう。今 50% くらいなんですけど、全然充電止まらなくてなんですけど、早めにカラオケ済ませて、何時ですかね、今終わりたいと思います。はい、少量ちょっと髪がもう波もしてない、ボサボサでごめんなさい。はい、ってことでレッスン着ピラ、はい、マラソン走ってる人みたい。はい、じゃあ早速何歌おうかな。めっちゃ歌いたいですね今。私の好きな歌、あ、どうしよう、声出るかな。沈んでも沈んでもいい、あー音量注意です、音量注意。え、待ってな、ほんまに何歌おうかな、めっちゃ悩むんやけど。でも私本当にあの子コンプレックスが好きなんで、それは入れさせていただく。本当にクマやばい、顔ブサイク、どうしよう。なんかないかな、あんまないか。なんかリップとかさえあった、もうないわ顔ブサイク、どうしよう、ぐらい、どうしよう。ちょっと顔が、ちょっと顔がまあいっか、いきます。はい、あ、汚れた雨に変わってた。決断して腕未練があること、空だけが気づいて。歌いにくい。私の目に映ってるあなたは、私は知らないふりした。おかしくない、なんか欠けた隙を満たすように優しく、足りないもので溶かして、もう全てはいらないの、愛だけが。なんでだ、これだよね、大丈夫ですか。声がかすれてるかな。
あー確かに。リハでやられてるかも。悔しい。頑張ります。運命じゃなかった二人は冷静では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら本が。あーの子コンプレックス。沈んでも沈んでもいい。それでも恋はしてゆくから。色づいた雪じゃ愛されない。真っ白に戻して今日も欠けた月を満たすように。優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ。そばにいさせてこの海の中。こんがあー、リハは大丈夫だったのに。あー確かにちょっと枯れている。声が枯れている。どうしようかな。なんかコメント見よう。君はもっとできる。何歌おうかな。でも声おかしくなりません？ありがとう。声おかしく聞こえる。なんかいい感じのやつがない。エコー調整。ちょっと多分私が体調悪い。体調あれ声が悪い。電波は大丈夫そうですね。なんかあんま高くない歌入れようかな。なんかないかな。なんかなんか全部高い気するんやけど。アイドルの曲ってさ、なんかないかな。ちょっと待ってね。なんか、なぎいち？なぎいちいいね。なぎいち、なぎいちで検索すればいいのかな。なぎいちだよね、曲名。あ、ほら、なぎいちだ。もう夏になるよね、もうそろ。まだか。なぎいちで。声かすれてるハスキー、ハスキーなぎいち、どうぞ。渚で一番可愛いガール、その名もなぎいち。ハスキーなぎいち。灼熱の砂浜寝そべった水着ショー。海のその青さ空まで染みる。散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んで。そばに過ぎて慣れてしまった。大事なものがここにあるよ。きっと思い出せ。渚で一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。渚はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。
こが熱いとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形にしてあなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつの日にかきっとわかるんだ。渚で一番可愛いが当然私は自信あり、ない白黒つけようじゃないか、夢の中でキスをキスをしよう。あなたはどの子を指さすの、泣き一はっきりしようじゃないか、答えなさい、誰と誰と、夏の恋は結局でさ、見てくださった方ここにいるのかな。長いアウトリクエストしてくださったら歌いたいんですけど、いるのかな。いるのかな。見てたよって、ありがとう。なんか、あ、アオンさんいるよだって。あ、ほんとだ。アオンさん何がいいですか。なんかない、なんか悩んでます。なんかないかな。ハートの独占権一人でやるのさどっちってなるやんな。うん、ダーハルさん、どの歌も超えたかで、あ、もの配慮してくださってありがとうございます。何がいい。控えめ I love you だ。控えめ I love you。 控えめあるの HKT で。いいですよね。控えめ選びがあるよね。あった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 、いました。え、なんか久々に歌いますよ、フル。しかもえい、走るあなたにドッキー、目で追いかけてロゴ固定はいつも日差しのシャッターチャンス、風に吹かれてロンリー、あと半年のスクールで何もかけずにめくれるダイアリー、かっこいい男子が他にもいるのにね。あ
知らずにスマイル妄想の中は自由なダイアロー恋をするってハッピー心弾むミラクルタイプ構わなくたって幸せプリンセス仲のいい友達は呆れているけれど純情好きじゃ純情好きじゃどうしてどうしてダメなのお願い夢を見せて涙に少しだけ思い出するくらいでいい目と目合うだけでもラッキーかい歌ったらカラオケタイム終了しますね。こんなにも自分が今声がやられているとは知らなかった。何のリハ4月1日のコンサートのリハーサルだよ。歌うからさ、コンサートバリバリリハから歌ってるから歌うまくなりたくて思ったより立て続けにずっと歌ってるから声やられちゃってる。グリーンフラッシュだけ歌おう。いけそう。あとは充電器問題。陰ながら応援して陰ながらね、ありがとう。強くなる
な。え、ミクのせい、あれ近づく、あ、ない、ない、ない、怖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 い、え、なんか違くない、え、私だけ、え、私だけ、え、みんなもミクだけかな、みんなも、え、なに、なに、え、なに、迷子にならないで、やめまくろうした、緑の光、それを見た急、ラップだけ倒したいのかな、なんだかいいよね、じゃあね、ミス、切なくてただ会いたくて、ずっと空を見る、もう一度見、夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す、明日持っていくことだけを選ぶんだ、もっとゆっくり歩いて帰ろう、配慮してくれたんかな、声出しすぎてるからラップだけでいいよって優しいね、ありがとう、好きになった、怖っ、なんて優しい世界なんだ、ラップ練習中、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、辛くなるだけの声のウイルス笑い流してしまおう、失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ、その不安に負けないで、じゃあカラオケタイム終了です。え、ちょっとバグりましたよね、びっくりした、私だけかと思いました、今日はちょっと明日明後日もリハーサルあるし声出すのはやめておきます、ちょっとお仕事に響いたら大変なのでね、はい、充電ね、しかもねショールームね何パーセント溜まってるかもわかんない、充電できてるかもわかんない、あと10分くらいで終わろうかな、うん、ちょっと終了、はい、スピンだからスクショ控えた方が全然いいですよ、スクショしていただいて、でもちょ、ブサイクすぎたらあげるのやめてください。はい、ありがとうございます。あざとくて何が悪いの、何パターンか撮りました、あ、そう、なんかね、この間小田ちゃんとね一緒にいる時にね、いくさん荒れてますよね、あざとくて何が悪いのってね、小田ちゃんがなんか言おうとしてくれてたんですね、そしたらね小田ちゃん間違えてね、ミクさんこの間あれ出てましたよねって言って、
あれって言って、うん、そうですそうです、あのあざとくて嫌になるって言われて、おだちゃんからふとさにミックさんあれあざとくて嫌になる出てましたね出てましたねって、あざとくて嫌になるって言われて、えって言ったら、あ間違えました、あのあざとくて何が悪いのでしたって、いやなんかその言葉がなんかそのミックさんあれ出てましたよねって言われて、あ出てたって言った後にあざとくて嫌になるって言われたから、えってえって言ったら、あ違います、あのあざとくて何が悪いのでしたって言われて、私あざとくて嫌になられちゃったんかなって思ってびっくりしちゃって、え待ってえって言っちゃって、えって普通にえって言っちゃったら、え待ってあざとくて何が悪いのってやつのことって言ったら、野田ちゃんがそうねさ、あざとくて何が悪いのですって、私あざとくて嫌になられたのかと思いました、嫌になられててくさ、そうなんです、待って本音出ちゃったとか言わないで、それあなたの本音ですよねってなっちゃう、もう全然もう楽しみですって言ってもらえて嬉しい、嫌になられた後輩に最悪でした、はい、天然で草ってね、天然ですよね、びっくりしました、なんか一瞬なんかオーディエだったからなんかドキンってきちゃって、えっって思っちゃって、びっくりしました、本当に間違いでよかったです、本当にしれっとさなんか言いそうじゃん、うん本当に会いたくて嫌になるとね、ごちゃごちゃになっちゃったのかなと思いましたはいそう面白かったですうん面白かったびっくりした、気まずいかったです気まずかったそれだけあ、この最近あった出来事アオザイ来てるの、アオザイじゃないフィラにレッスン着なんですけど、レッスン着着てますフ短いのに面白い話、こんな面白い話をしたということで、そろそろ時間が来てまいりました充電大丈夫かな、明日もリハですよ、明日もリハ、でもめっちゃ今までで一番っていうくらいめっちゃ詰めてやってます、もうほぼ昼も夜も完成したぐらいですもんね、もう2日ぐらいでいやいいです、みんな頑張って、リハーサルはなんか大変だし、体力的にもその立ち位置とか振りとか覚えたり、精神的にはリハから泣きそう、もうなんかさ最初のリハからもう早い始まりますよ、前にも泣いちゃったやばいです、なんか今までで一番泣いてる気がする、誰も気づかないところで泣いてて、なこもうなんかなこしか気づいてなくて、でなんかその演出家さんにもなんか今日みんな、他の子たちはみんな結構花粉症がやばかったんですよ、だからなんかその演出家さんも私がここのタイミングで泣くとか思わなくて、なんか今日みんな花粉症みたいだけど大丈夫って言ってて、違うんです、私花粉症じゃなくて普通に悲しくて泣いてるんですって感じで、後ろみんなは花粉症つらいですってみんな言ってた、私花粉症の人だと思われちゃった違うんです、普通に悲しくて私は泣いてるんです、そうなんです、私は悲しかったんです、はい、明日はミクの日です、はい、よろしくお願い、ありがとう、いつも毎年祝ってくれて嬉しすぎます、なんか
ホリケンのみんな友達夜ツイートとか見てたけど、全然誰もあんまり投稿してなくて悲しかったあれみたいな、何回もスクロールしたのに全然誰も見てなくてめっちゃ悲しかったんだけど、今日 TVer とかで多分みんな見てくれてて超嬉しくて、ありがとう嬉しかった次回放送あるからもし時間あったら見てねそうね、放送してないところもあると思うんですけど、 TVer とかだったら見れるんで悲しく、何回もスクロールしたら一人しかいないのかなみたいなめちゃめちゃ悲しかった。またまたなんかいろんなので、特にあざとくてとかなんか全部なんですけど見てください、よかったはい、ファンの方まとめてくださってて出たから、はい、ということでなんかあんま長いしてもあれなので、収まろうかな。ランキング読ませていただきますね。13位、ニコリン、カヨケマ、鉱石、ミナミク、ジジリモン、ハリーのドラク、シュウ、鏡の DJ グミッチョ、イマッチ、カズ、カツカズ、イスケ、アオン、ありがとねー、じゃあねー、またねー。